杉山光一は大阪府高槻市出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは、フォワード、ディフェンダー。大阪府高槻市に生まれ、阿部の中学校高槻南高校、大阪商業大学とサッカーを続ける。高校時代にセンターフォワードとして、日本ユース代表に、大学時代にバルセロナ五輪代表候補に選ばれる。大学までは、 センターフォワードやサイドアタッカーとして活動したが、浦和レッズに入ってからはサイドバックにコンバートされる。スピードがあるためタイミングを見て攻め上がることを得意としていた。中島強し、城貞信次の台頭や土橋正樹が左サイドバック起用されることもあり、徐々に出番を失い、1999年からは東京ベルディ、アルビレックス新潟へと移籍。新潟では、 J2 優勝 J1 昇格。右利きではあるが両足でボールが蹴れたため、主に左サイドバックを務め2003年に引退した。選手引退後の2004年からは、浦和レッツハートフルクラブ、コーチに就任。2008年、公認指導者 S 級ライセンスを取得。2010年にアルビレックス新潟シンガポールの監督に就任。パスをつないで、相手のゴールを目指す。 攻撃的なサッカースタイルで2011年はシンガポールリーグカップでクラブ史上初となるタイトルを獲得シンガポールカップに準優勝したほか2011年2012年2013年とリーグ戦で終盤まで優勝争いを演じた2011年 S リーグ年間最優秀監督に選ばれる2013年シーズンをもって アルビレックス新潟、シンガポールの監督を退任。2014年8月、タイデビジョン1リーグアユタヤ FC の監督に就任。2014年12月18日、J1、柏レイソルのコーチに就任することが発表された。2016年1月、柏レイソルコーチを退任。2016年2月、タイプレミアリーグキュ級 FC の監督に就任したが、 4月25日に解任された。2016年4月、タイプレミアリーグチャイナーと FC の監督に就任したが、6月に退任。2017年、ブラウブリッツ秋田の監督に就任。同年、J3 リーグ優勝。J リーグアウォーズにて、J3 優秀監督賞を受賞。2018年7月に秋田との契約を解除。2018年12月、 奈良クラブの監督に就任すると発表された2019年の1シーズンで退任2021年より京都産外が FC のコーチに就任ありがとうございます